えー、こんにちは。即歌塾の久保です。まあ、即歌塾にご参加いただいて、まあ、必須なのが YouTube なんですよね。まあ、絶対に YouTube やってくれとまでは頼まないんですけども、きっと YouTube をやることによって、インターネットの歩き方の世界がすごく広がると思うんですよね。まあ、その中でですね、まあ、YouTube を動画をアップロードできるようになって、まあ、コメントを書いたり書かれたりとかする中で交流が生まれてくると思うんですよ。私がおすすめするのは、YouTube の中でですね、 自分の、まあ、仲良くしたい YouTuber さんに動画のメッセージを送ってみたらどうかなと思うんですよ。この動画のメッセージはメールアドレスに添付して送るのでもいいですし、そのまま動画をアップロードするだけでもいいと思います。もしかしたらその方が見つけてくださるかもしれませんよね。例えば私は新しい熟成さんが入るとですね、その熟成さんを紹介する動画を撮ったりね、その方にアプローチしたり、お店をやってる人だったらお店に行ったりとかね。 そういうことで、少しでも知名度を広げるようにしてるんですよ。で、えー、多くの方、こちらの塾生さんとこちらの塾生さんが仲良く交流していただいたりとか、お互いにスキルを分け合ったりとかね、もちろん、人任せにするだけじゃなくて、儲ける方法、みんなの銀行というアプリのね、えー、紹介をする方法とか、そのみんなの銀行の登録を勧誘するような動画を作れば、当然そこからの売り上げも上がりますし、えー、セルフバックというね、A8 ネットの 自己アフィレートってものも古典的ですが使える方法ですし、最近でしたらね、このポイントサイトのモッピーっていうのがまた盛り上がってきて、えー、例えばインターネットの回線を au に切り替えると、まあ10万5千円ね、もらえちゃうみたいな、そんなキャンペーンもあったりするわけなんですよ。まあこういうふうな切り替え切り替えによって利益を得ることもできますし、ポイントサイトでポイントをね、要するにお金を積み上げることもできますし、稼ぎ方、儲け方有名になる方法、人や情報や物や、 お金を集めるる方法ってのは本ででできるわけなんですよ、まあ、そのために小さいテクニックがあってその一つが再生リストだったりするんですけども基本的には自分が発信する内容が誰かの興味を引くわけなんですよもちろん100人中100人の興味を引くわけではありませんから再生数はね10とか20かもしれませんでも10とか20という再生数をやっぱりねなめ,めちゃいけないのが油断しちゃいけないのが確実にその方たちは10名か20名だけどもファンになったということなんですよね そして次の動画に期待する人はチャンネル登録をしてくれるんですよ。この二つのポイントを押さえながら YouTube をしっかりとやっていく。これがまあ、そっか軸の歩き方の中心にあるかと思います。もちろん、ブログだとかツイッターだとかインスタグラムでも全く構いませんが、やることは一緒です。それが動画なのか、画像なのか文字なのかということの違いだけで、自分の世界をどのぐらいね、はっきりと伝えていくかだけなんですよ。もちろん、着飾って自分がね、よく見るようにやる必要はありません。 そうすると結局信頼関係を作ろうとした時に相手が親違うなと思って離れていくことになりますので、まあ、私がねおすすめするのは最初っから正直本物でいることなんですよね私は匿名も使いませんしこうやって顔もさらしていますでもおそらく VTuber さんとか偽名でやられる方って正直でいることの限界が来ると思うんですよ、ね、視聴者さんもこの人は偽名だし顔もわからないしちょっと一定の距離を空けようかってことになると思うんですよね で自分の作り出したアバターにファンができたところで自分自身にファンができたわけじゃないんでこのギャップにも苦しむようになると思いますですんでね私はあのなるべくストレートに自分のまま行った方がいいかなと思ってますけどねさあ今日はこのぐらいにしときましょうかじゃあありがとうございました